東京都立板橋高等学校は、東京都板橋区大役地一丁目に所在する、都立高等学校。板高の通称で呼ばれている。1922年に、東京府北豊島郡板橋町板橋神常、高等小学校で、裁縫の補助教育が始まるのを起源とする。1928年東京府北豊島郡板橋、町立実家高等女学校が、 板橋神社高等小学校内に創立。本校は学校群制度時代には進む学校として毎年国立大学や総計、私立医学部等への進学者を輩出していた。それ以後は進学実績は後退しており、現在は中堅会に甘んじている。2007年重点支援校に選ばれ、元都立上位校として学校だけでなく保護者や地域住民、 OB らによる再生が行われている。学校名は、新生高校への改祖時に所在地から名付けられた。部活動では、軟式野球部が1977年夏に、と大会優勝、全国大会に出場している。工画部は、結城正美作の SF 学園コメディ漫画、究極超人 R の舞台である、春風高校工画部のモデルであり、同作品の主人公 R。 田中一郎をはじめ、本校に在籍していた生徒がモデルとなっている。ロケンも行われ、作品背景随所に繁栄が確認できる。2013年2回目の東京都の重点支援校に選ばれた。ありがとうございます。